はい、もうやめるんやったらもうあっさりやめるわ。了解です。そういうのがあれば、はい、すごいですね。どうすか。いやー、まあ、すごいな。もう風がきつうてきつうて全然前へ進まなくて、とりあえず今日はもう引き上げます。10キロで、はい、いやーきつかった。失礼します。大丈夫ですか、この人。え？はい。まあ、病人みたいですけど、大丈夫ですか。大丈夫やから。布団、大丈夫ですか。あ、布団大丈夫や。全然大丈夫、ほら。これ、これ、上布団やけど、はい、下に敷いてるから。硬いから、これを敷いてんねん。全部これ見てみな。このシャツ、こうやって全部こう、こう、こういう具合に、こう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 してかぶってやな、靴下も履いて、ほんでこういう具合にしてるから、全然大丈夫だ。大丈夫、寝れたらもう、そんなもん寝れたら十分やもんな。ちょっと寒いですよね、この部屋。大丈夫やん、これ見てみな、これ、これ。そうやん。はい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 、これ見てみ、これ。え
これ真っ黒やこれ。これ真っ黒ですね。真っ黒や。なんでこんな汚れてるんですか、ここ。俺は、やっぱりもうみんなこう、仮眠するために生きてるやん。はい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 。それからもうみんなやっぱりこう、ドロドロなって働いた人がここだから、だから真っ黒になってんねんけど、ここ、マークあるけど、使ってないから。一回ここで寝てみたら、めちゃめちゃおっさん臭いねん。まあこの宿泊先、ここの宿泊所は、うん、ちょっとトイレがないです。大丈夫よ、砂漠が。持ってたら。あ、そうですか。全然大丈夫よ。ちょっとついでに言うと、風呂もないです。大丈夫よ、そんなもん。大丈夫ですか。こんなもんな。はい、風呂入らんでも、まあ、もう2、3日、はい、入らんでも大丈夫やから。ああ、そうですか。ああ、もう。あと、ここ、晩飯もないっす。大丈夫やな、そんなもん。晩飯食わんでもやな。大丈夫です。そんな大丈夫、大丈夫、そんなもん。明日お前、晩飯食わんでもバッチリ。はい、わかりました。おい、あかんやろ、それ。お前な、お前、映画にせよ、お前。お前つい俺もちょっとノリツッコミちょっと俺下手やったけどお前急にそんなこと言うからお前それはあかんでそんなお前晩飯なかったらお前明日の朝のお前ちょっとお前コップで飯食うだくらいは40キロ走らないのにやっぱり晩飯がっつりいっとかんと。ああなるほど。そやろ。はいはい。なんかお前炊くことできへんの。いや決め前を発電機でやりますわ。じゃあ、おう、そうしてくれや。この近く何でもないの。あ、読めないただ寝るとこだけのとこやねんけど、まあ仮眠するようなとこやんけど、そこで寝てんねんけど、飯がないからどうしようか言うて今辻がついた話しとったんやけど、そうないねや、ないねやな。スワボールみたいな瓶詰めのおかずが出てきたから、それでうん、食べるから大丈夫。瓶詰めが一個コロンと出てきた。あ、瓶詰めがコロンと出てきてて、あ、なんかそれなんか辻が見つけてなんかものすごい自慢で言ってたから大丈夫大丈夫。まあそのボロいいけど何のそのボロか分からへんらしいねんけどな。開けてみんと、開けてみん、そばボロじゃみたいな。いや、なんかそぼろか。あ、そう。ごめんなさい、そぼろや、ごめん。そばぼろって何や、そぼろ。そぼろだな、あ、ビンティ。ほらな、大丈夫。お前もそばぼろ言うたら間違いやって言えや、お前もお前、黙ってるからやな。向こう、お前、4名半、お前、ご飯とそばぼろ。いや、寛平さんが。何勝手に読んでるからそれでいいのかな。何を言うてんのかって、嫁はごっつ不思議がってたわけで。